昼食ですね。こちら。スタミナカレー。これ100円ローソン。ローソンストア100で。蕎麦を買ってきたのを、ね。で、もう温めてあるんで、これがうまいんだよ。カレー、カレー蕎麦。ちょっと電子レンジでやるね。わあ、でもまだだな、餅も。熱々。ニンニクのね、いっぱい入れてある。うん。熱々でうまい。スタミナカレー。大丈夫。七味もうなくなってほぼないじゃん。はい、なくなったら買わないと。久しぶりにこういうそばをね、お湯でやって、うん、うまっ。今日晴れてね、明日も晴れみたいなんで、雨がね、昨日すごかった。いやー、いいね。餅も大丈夫だ。なんとか。
今日日本シリーズ、第6戦。あ、5戦 ?6 戦か。今日で決まるかね、ベスターズ。急に3連勝して、急にっていうか、2連敗してから、ソフトバンク行くかなと思ったら、あ、でもベイスターズ行きそうだな、今日。2連敗かな、3連勝して。昨日中止で。なんか急にソフトバンクが点取れなくなって。うん。うまっ。汗かいてきた。辛みが。ああ。これも前のやつ、スタミナカレー久しぶりに食べた。辛みも、ああ、汗かいた、甘い。
暑い。やっぱ汗かくね、結構。いやー、うまかった。久しぶりに、この、スタミナカレー。俺がね、ニンニクも入ってうまいんだよ。結構前に買って、食べてなかったの。いやー、そばね、お湯でやって。いやー、もうすぐですね。スーパーサンクス、スーパーチャット、できますので、お願いいたします。もし、優しい方いましたら。チャンネル登録してない方、よろしくお願いしてる方ありがとうございます。あー、うまかったでー。